今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。我々は元気だ。はい、元気です。あの私元気だ。元気です。ありがとうございます。いいですか、はい、話しても。お願いします。私久しぶりに、まあ、自宅に実家に帰って、しかも久しぶりに、昔のアルバムを開いてみたんですけど。アルバム、はい、昔の通知表じゃなくて、ね、あ、じゃなくて、もっとちっちゃい時の保育園の頃の写真とかが出てきて、すっごい泣き虫だったんですよ。泣き虫、はい、運動大嫌いでっていう感じだったんですけど、はい、お二人はどんな保育園、幼稚園児でしたか。幼稚園の時は機関坊でしたね、やっぱりね。あのやっぱりもう少し髪の毛がふわっとしてて外国人っぽかったから、みんなにいろんなこと言われるからいつも喧嘩ばっかりしました、ね、あ、そうなんですか。もう抵抗しなきゃいけないみたいな感じがありました、ね、はい、機関坊でしたよ。機関坊でしたか。機関坊でしたね、はい。でもそうですね、機関坊でしたね。で、暴れん坊でした。しかも、あ、行動派ですもんね。そうですね、好き放題行動派です。はい。ということで、最初にご紹介する企業様なんですが、子どもにとって適切な時期に脳の発達に欠かせない新鮮な体験を数多く経験できるよう配慮しているというこちらの企業様です。現在、若年層の学力低下、運動能力の低下、コミュニケーション力の低下などに伴い、家庭や学校での幼児・子どもの教育が問題視されている。そんな中、これまでの幼児教育とは一線を画す一風変わった指導方法を行う男たちがここにいる。草大幼稚園園長水野克樹、手賀農家幼稚園園長水野正史。独自のカリキュラムで幼児期の最適な時期に適切な教育を行い、コミュニケーション能力の向上に最も力を入れているという2人の園長に話を聞いた。幼稚園を、はい、まあ、開園しようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか。はい、初代の園長がですね、うん、都内の私立高校で実は教師をやっておりました、はいはい。で、まあ、当時の高校生、まあ、非常にやんちゃな子が多くて、教育が非常に生徒指導の面でしょうかね、大変だったということを聞いております、はい。でそこでやはり教育っていうのはその高校生からではもうとても遅すぎるということを、まあ、かねてから申しておりまして、そこで、やはり教育っていうのはこの幼児期が一番重要であるというようなことを、まあ、非常に強く思うようになって、立ち上げの頃、はいはい、あのほんの 1,2 年経ってからなんですけれども、東京の幼稚園の方でですね、その歌うという、これはミュージックステップという音感を育てる教育をやっている園がございまして、はい、で合わせて、石井式というですね、絵本を読むですね、また古典の暗唱をするとか、うん、ような幼稚園を見学する機会がございまして、はい、でそれをですね、目の当たりにしたわけなんですね、うん。でそうしましたら、そこにいた幼稚園児っていうのは、うん、いわゆる一般的な園児とは全く違っていて、はい、もう素晴らしい子どもたちだったわけなんです、うん。どんな子たちだったかと言いますと、はい、もう目の輝きが全然違っていたということなんですね。それとともに、うん、その元気で明るく、そして、非常に礼儀正しい、うん、あの人間としてのですね、基本が備わっていると、うん、そういうふうに非常に強く感じられたということを言っておりました。初代園長が大きな感銘を受けたという石井式漢字教育、今回特別に子どもたちが実際に行っている様子を見せていただいた。まずは園の職員がホワイトボードを使い、漢字が書かれた札を貼りながら昔話を朗読。続いて園児たちがそれぞれ絵本の文字を指でなぞりながら朗読し、物語の内容に加え漢字を音と形で覚えるというのがこの学習方法の狙いだ。怖くて
パッと見た時には幼児期に漢字なんて難しいんじゃないのとそう思われるんですけども、うん、でも実際に子どもにとっては何の、 抵抗もない状態で、スラスラと読めていくんですね。これはびっくりするぐらいのものでですね、まあ、4月に入った年少さんがしっかりと座って絵本一緒に読んでるっていう姿がありえないと、もうそういう信じられないと。なんでこんなにできるの。いや別にね、叩いてるわけでもなく何でもなくですね、やっぱりその環境っていうものが周りをしっかりさせていきますし、年長さんができるから年中さんもできるようになる、年中さんができるから年少さんもできるようになっていくと、まあ、そういうようなその伝統みたいな、そういうものの環境の中で育つから、やはりしっかりと落ち着いて本が読めたりとかできるようになると。そして石井式漢字教育とともにもう一つ取り入れているのがミュージックステップ。果たしてその学習方法の狙いとは。音感教育なんですね。5本あるんですよね、はい、ミュージックステップという絵本があるんです。ありますけども、はいはい、でこちらはですね、はい、実際にその例えばピアノでドドドとなったら膝を叩きますと、はい、じゃあそういう運動になる。そうそうそうとなったら肩を叩きましょうということで、ドソドでなったらドソドと、そういうふうな形でいろいろやっていって、今度は目をつぶってやってみましょう、はい、でアイマスクをつけてやりましょうと。でよくそのアイマスクを見るとお昼寝をするからですかとかっていうふうに言われるんですけど、いや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 って、まあ、そういうふうな実際に目をつぶってやれば、本来音を聞くだけだったら大人だったらできるんですけども、子供っていうのは目をつぶろうと思うと一生懸命こうやって目をつぶるんですね。音聞けなくなっちゃうんですね。あ、だから一つのことでいっぱいになるから、一つのことでいっぱいになるから、はい、目をつぶるんだっていうことで音が聞けなくなってしまうんで、アイマスクをつけてそれで耳で聞くと。ここで実際にミュージックステップを行っている様子をご覧いただこう。ドミファソドミレレシラレシラドソドソサニシゴヨヨサ。さらに2人の幼稚園では園児の運動能力を向上させるべく、オリジナルの遊具や縄跳びで園児たちの運動神経の発達を促しているのだ。例えば幼稚園児がですね、まあ、年長さんで、まあ、縄跳び、まあ、100人ぐらいの園児の平均って何回ぐらい跳べるかと思いますか。いやそれは、まあ、自分が小学校1年生の時に何回跳べたかなとか、そう考えてその100人の平均が何回ぐらいかなと。15回ぐらい、20回だとか30回だとかってなりますか。当然連続ですよ。あ、連続 で引っかかっちゃダメですからね。あ、そのぐらいいかないかな、うん、実は300回が平均です。平均ですね、まあ、飛べるお子さんですとやっぱり1600回とか2000回とか、一個は求めていく子たちはね、それをいますね。園児たちの縄跳び平均回数が驚異の300回、中には800回以上飛ぶ園児もいるらしいが、縄跳びっていうのは実際に飛べと言って飛べるものじゃないですよね。そうですね、やっぱり自分で頑張って飛ぼうという意思がなければ飛べませんし、うん、あとその意思だけじゃなく、やっぱり集中力、それと先ほどの音楽で培われたリズム感、うん、まあ、向上心ですとか、そういうものが組み合わさってこの平均300回っていうのが、まあ、幼稚園児で可能になってるんじゃないのかなと。まあ、そういうものがですね、まだ他にもたくさんありますけれども、まあ、大きな秘密ですね、はい、今後の展望というのはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、まず手賀農家幼稚園の方は、はい、新年度から28年度ですかね、認定こども園の方へ移ることになっております。はい、こども園というのは、保育園と幼稚園の両方の機能を持ち合わせたものになるわけなんですけども、これまでの保育園というのは親御さんに代わって、子どもを保育するという、まあ、福祉施設であったわけなんですね。で幼稚園は幼児教育を行う学校というふうに位置づけされておりますので、その2つを合わせ持つことによって、今非常に増えてきております、共働きの方のお子さんが大変増えておりますので、そういったお子さんも、教育の場に教育に触れられると、教育をすることができる、そういう施設が子ども園でありますので、そういったものに移行していくというふうに考えております。でもう一つの房田幼稚園の方は、これまで以上にですね、教育の方に磨きをかけて、また隣接している令和保育園もございますので、そちらと連携を取りながらですね、より一層幼児教育の充実を目指していくというふうに考えております。最後になりますが、まさしさんの格言をお伺いできればと思うんですが、頼まれ事は試され事というのが、格言でございます。やはりこれは人からお願いをされたと、それは試されているのと同じだと、それでその試されることに対してやはりその期待以上のもので、結果を出すと、そうすることによって相手が驚き、喜んでいただくと、そしてですね、また自分を成長させていくということでですね、私は、それを格言として、頑張ってやっております。本当にね、いいお話を、これからの本当日本が少し、ね、変わっていかなきゃいけないと思うんで、ぜひともこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、お二人は家族の中での約束、規約みたいなものってあります？いろんなことを言ってきました。そうですね、お話できる。家族の中で嘘つかないとかね、洗面所だけはきれいにしろだとか、いろいろもうありますけどね、いつも僕がやってるだけで誰もついてこないですね。そうなんですか。掟破りな方がいらっしゃるんですね。掟破り。斉藤家はどうですか。斉藤家はそうですね、なんか冬場寒いんですね、東北なので、なのでお風呂上がりにバスタオルを温めておくっていう。ああ、温めておくと、そうね、乾くし、あったかいしで幸せっていうのをやってました。だから上がったらバスタオル持ってきてっていうふうに。それは何、こたつの中に入れておくとか、そういうどこで温めるの？すごい蒸しそうです。どこで温めるの？あ、ストーブにこうかけとく。かけとくの、はい、上に。そう、うち外ズボラなのでそのままかけちゃうんですけど、かけてもいいやつ。あ、ストーブにかけられるの？はい、かけられるやつがあるんです。ということで家族の話ではね、なかなかすごい長くなるねこれ。今回ご紹介する企業様は、社内恋愛、また子育て規則などちょっと変わったユニークな社内規定を手帳にして持っているこちらの企業様です。どういう結びつきでしょう。どうぞ。あなたの家庭や会社、学校にも規則や約束事があるはず。規則やルールと聞くと締め付けられたり窮屈な印象があるのが大半の方のイメージだろう。しかしその規則を社員の労働意欲向上、地域の活性化や社会貢献につながるように独自の社内規約を作り、ある方法で意思疎通を図る男がここにいる。
株式会社オアシスグループ代表取締役社長佐藤圭一郎。佐藤が代表を務めるオアシスグループは千葉県君津市に本社を構え、あったらいいなを実現すべく、家族で楽しめるアミューズメントやスーパー銭湯など数多くの店舗を経営し、地域の発展活性化をモットーにイベントなども会社を挙げて積極的に行っている。社員やその家族のことを第一に考え、働きやすい環境づくりを心がけているという佐藤圭一郎に話を聞いた。なぜその千葉のその地を選ばれたんですか？そうですね、もともとベイエリア、という位置づけなんですけれども、海にもそれから陸にも近いと、当然ビジネスの立地として、人口増加が見込めるだけではなくて、特にそのアクアライン開通後、木更津のそうですね、最近はアウトレットモール等でもにぎわって、来てますけれども、飲食住食ともに充実した、ただそうは言っても、通勤渋滞であるとか、それから電車のですねラッシュアワーとかで頭を悩まされることがない、そういう立地条件ではないかなということで、南の房総ということで、作っております。普通は考え方的にはそういう通勤渋滞もあって、交通渋滞もあってねそういうところに人が集まるっていう考えではなくて、そういう感じで捉えるんだな。そうですね、弊社の創業者はもともと子育てが大好きで、おそらくビジネスの世界に足を踏み入れることがなければ、一生ビジネスではなくて子育ての方をやりたかったんだろうなと。今孫が8人私の父親がおりますね。幸せだね本当ですね。暴走で育てるといいですよね。そうですね、僕はもう大好きで、僕も千葉県の曲がるのにいるんですけども、僕住んでるところは浦安なんですけど、とにかく水があって山があってっていうところが好きで、いいですよね、そういうところで育てられたら、そういうお育ちですか？そうですね、私自身も今3人の子供を育ててまして、本当に暴走っていう地は、交通の便とそれから子育てと両立できる非常にいい立地だなと思ってます。そうなんだね、そこが原点っていうのも楽しいね。そうですね、驚きだね、子育てが多分なるほど。オアシスグループさんの特徴って何ですか？そうですね、私自身佐藤という名前なんですけれども、基本的にはやっぱりそのフラットな組織を作りたいと思ってまして、って言いますのも、その子育てが原点って言っているからには、やっぱりその地域でこういろんなニーズを深掘りしていかなければいけないんですね。トップダウン型のあるいは提案型のこれでどうやっていうビジネススタイルではなくて、お客様と対話を続けながら、よりベターな方向に会社を変えていくと、そういう中でやっぱりそのフラットな組織作りっていうのは弊社は非常に重視してます。ですので私佐藤なんですが、佐藤さんっていうことで役職付けでは基本的には社内では呼ばないというルールになってまして、ツイッターはどうしてもオープンになってしまうんで、そうではないその社内クローズド型の SNS の活用であったり、それからオフ会といいますか、ノミニケーションであったり、その辺は本当に積極的にやることで、この辺にもうちょっとこういうものがあったらいいんですけどねと、例えばランドリービジネスであったり、お風呂なんかも、スーパー銭湯なんかももともとはそういう発想でしたので、あれなんかももともと地場に住んでいた、幹部それから創業者である現会長が、やっぱりお風呂がないといかんよねそういう発想からなんですね、そういう発想で始めましたね。地域住民とですね、こうあってほしいっていうものを一つずつ具現化するっていうのが我々のスタイル。皆様からの意見を聞いて、自分たちも考えて、じゃあこれがいいんじゃないのかっていうことで、地域変わっていきますね。そうすると、そうですね、地域と一緒にこう歩んでいきたいっていうと、偉そうに聞こえてしまうんですけれども、
もっともっとやっぱり地域の中に溶け込んで地域のために何ができるかっていうのを考えていきたいと思ってます。そのためにはやっぱり組織はフラットな組織でいろいろと、まあ、スタッフも含めみんな地域住民ですのでその中でのコミュニケーションを大切にしたいというふうに思っています。役職にとらわれずフラットな関係づくりを心がけるオアシスグループには社員の意思統一を図るためにあるアイテムが存在するらしいが、こちらにご用意いただいた、はいはい、こちら何でしょうか。まあ、オアシスグループの、まあ、社員それから食卓の皆さん、はい、これ全員持っていただいてるんですけれども、はい、これは経営計画書といいまして他社さんのですね、取り組みから学ばせていただいたものになります。で、まあ、よく野球でいうとスコアボード、はい、あるいはまあルールブックっていう、はい、範疇にあたるものなんですけれども、まあ、企業としてこれをやりましょう、でこれをやってはいけない、よくその社長さんであるとか、まあ、あるいは上司の皆さんが口にして出して言うことはあるけれどもなかなかこう根付かない、まあ、そんな実態が多い中で、まあ、とにもかくにも今現状でみんなが取り組んでいることを言葉にしてみましょうよというのがこのルールブックの最大の趣旨です。これがあればそれこそ新入社員の方が、入ってきたとしても、うん、デイワンから、まあ、何を やるべきなのか何をやってはいけないのかというのがここに書かれていることになります。ただ時代変わるじゃないですか、はい、でルールも当然それに合わせて変えなければいけない、はい、そういう中で、まあ、このルールブックっていうのは毎年改定を行っているんですけれども、うん、それ以上のスピードで当然変わることもありますので、まあ、中には、ページごとに切り張りがこうされていると、はい、そうですね、そういう実態ですね、はい、整理のところにポンと貼ってあるもんね、シールが貼ってあるもんね、これ面白いですよ。礼儀、名前を呼ばれた時にははいと返事をするってそこから全部書いてあって、うん、出会いは印象は最初の6秒で決まる、はい、ね、目線の高さを合わせて挨拶をする、うん、最初は3秒って書いてあったんですけど、ね、今6秒だったんですが、はい、そうですか、6秒ぐらいに具体的な6秒ぐらいにしないといけないと、はい、集合は3分前を厳守、ね、こういうとこですよ、やっぱり大事なのはね、うん、そうですね。経営計画書にはその他にも社内恋愛に関することなど様々な社内規約が記載されている。さらにここで気になる項目を発見。後ろにある社会長って何ですか、はいはいはい、これ私が週2回ですね、はい、社員の皆さんに、まあ、会社で今起こっている出来事であるとか、うん、それから、まあ、直近で弊社のビジネスと直接的に関わりのあるお話であるとか、そういうことをちょっと私の方から、まあ、勉強会という形でですね、はい、週2回1時間ずつ話をしています。週2回って多いですよね、でもね、そうですね、で参加していただいた社員の皆さんにはハンコを押すと、はい、ハンコ1個実は500円分の価値がありまして、あら、100個貯まると、まあ、5万円の旅行券をもらえると、そういう仕組みにしています。勉強もするけど、はい、そういうまあ、なんていうのか、特定もついてくるっていうね、はい、いいですね、学習意欲高まりますね、はいはい、面白い、まあ、夏休みの小学生ですけど、うん、夏休みのラジオ体操のハンコみたいな感覚、はい、思い出しますね、はい、欲しかったなあれ。そうですね。オアシスグループではスタッフの男女比率が 50% ずつと働く女性への支援を積極的に行っている。管理職への積極登用、店舗スタッフへのメイクアップセミナー、出産や育児、両親の介護に伴う負担を考慮し、仕事のボリュームをライフスタイルによって調整するなど、女性が安心して働ける職場環境づくりに努めているのだ。実は働いている方の中には60代の方でバリバリ現役の方もいると思います。そうですね、15年それから20年30年と、うん、5年区切りでですね、弊社その永年勤続ということで表彰させていただいているんですけども、一番長い方では30年超えています。はい、で、まあ、今特に国の方針で、うん、まあ、高齢者の再雇用云々っていう話が、うん、まあ、ちょうどここ5年10年ですかね、出てきておりますが、はい、よくベンチャー企業で若い、ね、ことをアピールする企業も非常に多いんですけれども、うん、
ただやっぱり骨格をいや土台を作った、まあ、人たち、まあ、人生の先輩ですかを、まあ、きちっとあの敬って、でそこの土台を認識した上で自分たちが何をできるのかっていうのを日々真剣に考える、まあ、その辺を弊社では非常に大切にしております。これなかなかできないことなんですよ。そのお金のかかる話だし、はいね、確かにこう体力的にもね衰えていくんだろうけども、うん、でもその持ってるキャリアを生かすっていうね大事なところで、これ日本でねなかなか、僕は日本の例えばスポーツ界だったりすると本当にこうベテランを、ベテランって言い方おかしいけど年長者をボン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 、もういいやと若手がどんどん出てくるからみたいな、はい、になるんだよね。で海外は全くプロビジネスなんて逆なんですよね、うん、同じだったらベテランを使うみたいな、うん、そこに経験値があって、馴染みのお客様もいたりして、地域と一体になってるね、今の話聞いと、うん、そういった方々をどんどん生かしていくっていう、で若手をそれを見てそういう風になりたいと思って育っていくみたいな、うん、こういうシステムだった方がいいですよ ね、 そうですね。今聞いててじんとしたの、うん、じんときたよ、うんうん、そこが大事なんだよねやっぱりね。そう思いましたね、うん、最後になりますが佐藤さんの格言をお願いします、はいはい、私はまあ、基本的には後悔したくないと思ってますので、今はまあたまたま代表という、まあ、役割を担っていますけれども、まあ、今日例えば今日もそうですが寝る前に、まあ、振り返って、まあ、後悔しない、そういう生き方を日々積み重ねていきたいなというふうには思っています。まあ、新渡戸稲造さんが、ね、書いた武士道っていう本にも出てきますけれども、まあ、正直人間、生身の人間である以上いつ訪れるかわからないその終わりの日っていうのは必ずありますよね。やっぱりそういう意味では、まあ、常に後悔をしない生き方を、まあ、日々精一杯生きる、まあ、ここを大切にしてこれからも頑張っていきたいと思ってます。はい、ありがたいね。南房総だけに限らずはですね、こちらの方もずっと集中していただいていいものを作っていただければと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、日本人にとってリゾートとして馴染みの深いハワイ、世界中の不動産が紹介されている中で今更と思うかもしれませんが、ハワイ不動産は他の地域にはない魅力にあふれていて、なおかつ海外不動産の初心者にはうってつけなのです。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、ハワイ不動産攻略完全バイブル。この本を書いたのはハワイ経済のコンシェルジュ的存在高河野さんと、不動産活用のエキスパート富吉則明さん、日本で不動産会社を経営する富吉さんと、ハワイ在住30年の高河野さんが力を合わせて、ハワイの不動産購入に関する幅広い情報を分かりやすくまとめた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。